ドリロドリロ演技の途中で切れちゃったのでちょっと補足をしようかな。片手16ビートですけども、これもいくつかあります。本当は4つずつ打つのにもいくつかね、普通のアップダウンモーション、だから4つずつ、アップダウンモーションをつけるんだけど、例えば、そこにもアクセントをつける、これもちょっと昨日のやつがそうですね、とか例えばじゃあ4つもう4つ、頭だけにアクセントをつけて、それから例えばアフタービート、これちょっとこの前やったで、例えばこれを両方、めんどくさいんですけどこんなのがあります。スティングのセブンデイズという曲があるんですけど、これ5拍子なんですね。セブンデイズなのに5拍子なんですね7拍子にしとけよって話なんですけど、これをね、5拍子を、リズムです。でそこに乗ってる、片手16ビートが5拍子なので2小節目は裏からになります。こんな風にやってるんですね。とっても綺麗な曲で名曲ですけども、それから、これまた、途中で5拍子のこの、ハイハイハイトのね、4つ、いわゆる4つ割りですよね。これを3つ割りでちょっとね、変化させてるところがあります。だから、なんだっけ。1、2、3、4、5、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 1、2、
バウンスアップスナップアップですよね、スナップアップっていうのがあります。ここから、ね、ここでねこう引き上げるんですね。これを打った後にそうか、だからこれはね、まあ、結局ね、オープンクローズとかね、まあ、ジョジョメイヤーのプルフィッシュ、まあ同じだね、このプルフィッシュバディリッチなんかも使ってますけども、このね、これ僕はどっちかっていうとね、プルプッシュよりプッシュ、ん、そうか、プッシュプルよりもプルプッシュの方がなんかやりやすいんですね、ちょうどアクセントも。だから最初ここからプル引っ張ってちょっと動きを見てもらいたいんですけども、ね、まあね、忙しい感じがしますが本当全然楽です。力がもう8ビットとか入ってやるより全然楽なんですけど、でこれうまくちょっと慣れてくるのシャッフルだと、まあいいやとにかくこの、まあ、ニュアンスを、まあ、ジェフボーカルを聴いてくれるといろいろやってます。頑張ってください。